はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、リセマラについて話してみたいと思うんですけども、以前の動画ではリセマラはね、しない方がいいんじゃないかというのはあったんです、言ったとは思うんですけども、理由としては、まあ、時間がかかるということだったんですけども、2022年2月の17日のメンテナンス後より、リセマラがね簡単になったということで、今、実際にリセットした状態から始めてる画面を見てもらっています。お戻りでしたか？この通りすぐにね普通の画面というかホーム画面に来れます。そしてチュートリアルガチャのね、みなしごと、SSR みなしごと、チュートリアル、武器ですね。で、他にも、こう、いろいろと、現在開催中のガチャが、ね、あります。うん。まあ、こんな、ね、感じですぐに始められるので、目的の、先進なり、みなしごなりが出てきたら、スタートしてもいいんじゃないかなと思います。あと、チケットの方ですね。チケットの方はやっぱり何もない状態ですね。では、実際にちょっと引いてみましょうかね。排出率自体は、工場キャラが全部調べたわけじゃないんでわからないですけども、全部工場キャラは出ると思います。まあ、俺の仕事は全ての悪に下る正義の鉄拳さ。 SSR が2枚っていうのは、1枚が大体多かったかなっていう気はしますね。何度かやってみて2枚来るのかな、あんまり気にしてないからっていう。おっと、いきなり真央ちゃんが来ましたね。まあ、このようにね、真央も出てくるので、きちんとね、やればいいんじゃないかなと思いします。まあ、本当に調べてないんでわかんないですけどね、きちんと調べたら他のキャラクターも出てくるかもしれないです。正直今のところはわからないと言ったところですね。で、まあ編成に行って、まあね、まほちゃんがいるんでね、もうリセマラ、これはする必要はないかなと思います。まあ狙い目としては、マオ、メギと、そして武器のために、ナポレオンですかね。が必要かなっていうとこですね。この3人のどれかが出たら、もう、進めちゃっていいかなと思います。個人的にはね、マオがいればいいかなとは思いますけども。まあ、そこら辺は皆さんご自由にされたらと思います。まあ、各々のね、考え方もありますし、あと、そうですね。現在開催中のサンサンパレード。まあ、確率、排出率とかね、5% でいいですし、工場落ちしてないキャラクターもね、今、狙える状態なので、今、注目じゃないや、ガチャするのもいいんじゃないかなと思います。通るまでが、パンダガールか。この前見た限りではパンダガールまでが、そうですね、工場キャラですね。で、これ以降が工場落ちしてないキャラクターになりますね。先進は、黄金の段かな。あ、なんと青ひげたもいたか。よくわかってないな。竜宮かな。あ、そうだ。これは限定の方だから、みなし、みなしごだけはわかるんですね。みなしごの聖句と、これは工場ですからね。やっぱりパンダガールですね。先進バージョンもあればすごくわかりやすかったですけどね。ちょっと先進はすいません。わかりません。で、あとはそうですね。あと残り3日ですけども、限定もありますしね。クリナリースですね。クリナリス、鬼ヶ島、田原坂、ヒーコ。これはね、あと半年後ぐらいしないと復刻しないので、弾けるなら今のうちに弾いておけばいいかなと思います。一番狙い目はやっぱりヒーコだと思います。順番的にはヒーコ、クリナリス、鬼ヶ島、田原坂っていったところですかね。まあ全員取れれば全員取るいいんですけどもね。一応天井分までは回収でき、1天井分まではね、血類石も確か回収できたと思うので、まあ強い、フレンドさんですねをガンガン申請してですね、フレンドさん自体はもうフレンドさん初心者だろうが上級者だろうか関係なく、申請が来れば取る人は取ってくれるので、フレンド頼りのゲームではないので、快く受けてくれる人もいると思います。私の方もね、数に限りはあるんですけども、なるべく、初心者さんのね申請は受けたいと思ってますし、特に声優さんとかのね、新たに始めましたって言ったら、申し込んだりしてますからね、ずうずうしくね、フレンド申請とかね、してますし、うん、まあそういった感じで、あんまりフレンドさんに頼らなくても大丈夫だなゲームなので、気軽にフレンド申請していただければなと思います。もうね、本当にフレンド申請は心配せずにしてもらえればなと思います。これもね、もう一度ぐらい、別の動画で撮り直して、うるさく言ってみようかなと思います。まあ、今回はですね、本当、リセマラですね。リセマラはこのようにやりやすくなってますので、本当にやってみたらいかがでしょうかというところでね、締めたいと思います。まあちょっと長くなりましたけど、ワンポイントとしてはリセマラは今チャンスということで終わりたいと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストだ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。